スマホ老眼の予防法としてスマホの設定もあります。スマホの初期設定ですと、いわゆる輝度といってこう明るさがかなり明るく設定されてます。それで、まあ、確かに見やすいんですけれども疲れやすいしスマホ老眼になりやすいので、ちょっと輝度明るさを落としてあげるというだけでもかなり効果的になってきます。